蹴り技は目標に対して長い距離で技を決めることができます。また入射角度が下から上へと向かうコースを取るため、相手の死角をついて攻撃できます。しかし蹴った瞬間片足となるため、バランスを崩したり隙が出やすくなります。蹴り技の初動から終了まで、できるだけ動作を敏速に行う練習が必要です。前蹴りのポイントは、腰をできるだけ正面に向け、正しい前屈の姿勢から膝を素早く買い込みます。買い込みは斜め前方へ膝蹴りをするような気持ちで行ってください。この時軸足は棒立ちにならないこと。買い込みと同時に軸足を前方へ向けて張り、この力を腰の押し出しに連動させます。上体が軸足のかかとより後方に反り返ってはいけません。動作開始と同時に軸足がやや前屈されていることに注意してください。この軸足のためにより、足の張りが十分に活かされます。蹴り足は太ももの付け根に力をため、股関節を支点とし、その先をポーンと飛ばすような気持ちで蹴ります。ここで抱えた位置からの蹴りの決めを見てみましょう。膝の位置を変えずに瞬間的なインパクトで決めます。膝を下げるとモーションがついて、その分攻撃が遅れてしまいます。次に前蹴りのコースの変化を見てみましょう。ここでは相手の下段受けのタイミングを外し、蹴込み気味に蹴っています。
買い込みが不十分だと受けられやすいので、十分膝の引き付けを行ってください。組手に際しては、練習時のように想定した一点を蹴るのではなく、今いる底を瞬時に判断して蹴ることを基本とし、実戦に耐えうる技として磨いてください。この技の特徴は、前足が相手に対して近い位置にあるため、目標までより早く技を送り出すことができるという点にあります。また初動作が小さく、蹴り足が四角にあるので受けにくい技です。前後の足幅はできるだけ狭く、腰を落とし正面に向け、後ろ足の張りと腰の押し出しを十分に行ってください。蹴る際には、前手の剣を相手の上段に常に結びつけておくことが大切です。支え足をしっかりと締め、重心を前に。あとは前蹴りと同様です。次に、刻み前蹴りの練習法を見てみましょう。最初は蹴りのみです。次に蹴り終えると同時に上段突きを加えます。スムーズにできるようになったら、突きと蹴りを同時に行います。体の伸縮と後ろ足の張り、腰の押し出し、構え手の位置に注意しながら繰り返し練習してください。次に相手を置いての練習です。今まで述べたことを念頭に置き、ポイントをつかんでください。相手の攻撃を足の切り替えによってさばくと同時に、前足で攻撃します。間合いを詰め、相手の攻撃を誘って仕留めるときに有効な技です。ここでは近間の場合の刻み蹴りとして前蹴りを使用しています。相手の動きと同時に前足を引き切り替えます。前足を切り替えた瞬間に攻撃のための準備が完了しています。
技をかけ終わったら素早く遠のき、残心を取ることが大切です。回し蹴りは前蹴りのバリエーションから生まれた比較的新しい技です。意表をつく側面からの攻撃と腰幅で間合いを調節できるという利点があり、効果的に用いれば腰の回転と股関節、膝のバネを利用し大きな威力を発揮します。実際の組手に際しては膝頭を相手にぶつけるように買い込みます。これは相手の攻撃に対する防御ともなります。後ろ足の張り、腰の押し出しなどについては前蹴りと同様です。測定は床面に吸い付くようにして絶対浮かせてはいけません。重心は軸足より前に来ます。棒立ちになったり体を開きすぎないよう注意してください。ここで抱えた位置からの蹴りの決めを見てみましょう。膝の位置を変えずに瞬間的なインパクトで決めます。膝を下げるとモーションがついてその分攻撃が遅れてしまいます。
逆構えで相手の攻撃を誘い込み、足を切り替えて相手の技を見切りながら反撃します。切り替えの刻み上段回し蹴りは、刻み前蹴りに比較してやや遠い間合いの時に有効です。画面から刻み前蹴りの場合と比較して、引き足が一足分多く引き寄せられていることに注意してください。基本的な注意事項は切り替えの刻み前蹴りと同様です。一番大切なポイントは、切り替えた際の重心の位置を軸足に素早く移動することです。切り替えた際に上体が後方に反り返り、重心がかかとの後ろになりがちなので注意してください。間合いの違いによる運速の比較を繰り返し見て研究してください。この技は、相手に前蹴りで行くと見せ、相手の下段払いを誘い、上段に隙ができたところを回し蹴りで決める技です。フェイントには、小さく前蹴りを出す場合と、膝蹴りの状態で誘う場合があります。フェイントで相手を誘い切ることが大切なポイントです。体の開きが早くならないこと、前蹴りの後ろの膝の位置をできるだけ変えないことが大切です。この技は、相手が前へ出ようとした瞬間を狙って、相手の側面に体をかわし、相手の攻撃直線を外して中段へ回し蹴りで攻撃するものです。
軸足の踏み込みで間合いを調節します。前足を軸として相手の側面へすり出すと同時に蹴ります。体当たりのつもりで体全体で飛び込んでください。腰が浮くとこの技は全く効果がありません。間合いが近すぎても効果がありません。残心はできるだけ相手の後ろに回り込むようにします。相手の内側を通って意表をつく角度からの技です。では近い間合いの場合を見てみましょう。背側を用いて行います。上体が後ろへ倒れすぎると相手に押されてバランスを崩すので、重心は前方へかけ、攻撃部位は上段、中段、下段それぞれに使い分けます。次にその使用例を見てみましょう。二段技として下段裏回し蹴りからの上段蹴込みがあります。またここでは行っていませんが、下段裏回し蹴りから上段突き攻撃などは組手で相当効果的な技です。次にかかとを使用する場合を見てみましょう。相手の攻撃をさばきながら肩越しに後頭部あるいは背中を攻撃します。腰を開いて大きく内側から回し、元に戻そうとする体の回転と引き足の力を十分利用して蹴ります。かかとを太ももの内側にぶつけるような気持ちで引き足を取ります。
後ろ向きの状態からの意表をつく攻撃技です。腰を中心に駒のように回転する力を利用して蹴ります。使用部位はかかとです。笹足は前屈立ちに近い曲げ方をし、膝の買い込みは前蹴りよりやや浅く、後ろを向くと同時に振り向き、肩口より攻撃目標をしっかり捉えます。この時、見てから蹴るのではなく、蹴る瞬間に顔を振り向けることが大切です。蹴り足は買い込んだ位置から両膝をすり合わせるように直線に送り出します。中段攻撃の場合、上体はできるだけ床と水平に保ちます。上段、中段、下段へと攻撃が変化するにつれ、上体の傾斜角度が変化していることに注目してください。次に実戦の際のさまざまな間合いによって変化する運速の違いを見てみましょう。刻み突きをさばきながらの後ろ蹴りを見てみましょう。画面の運速を自分で実際にやってみてください。逆突きをさばきながらの後ろ蹴りです。裏剣で追い込みながら後ろ蹴りに転じます。
間合いの違いによる運速の比較をまとめてみましたので、繰り返し見て研究してください。相手と向き合った時に何を考えながら試合を進めていくのか、田中将彦自らが分析した試合運びをまとめてみましょう。ここでの間合いは通常の試合の間合いよりやや狭く取っています。相手に技を出させながら、だんだん自分の体を相手に慣らしていき、決めの瞬間を読み取ろうとしています。間合いを詰めていって、相手が出てくるところをスッと引き、その繰り返しで相手がどういう技を出そうとしているのか、その深さはどれくらいかを測っています。相手の攻撃の深さを測るため、プレッシャーをかけながら間合いを詰めていっています。見切るつもりでいつも下がっていると、相手が攻めやすくなってしまいます。プレッシャーをかけ押し込めば下がりやすくなります。下がるときは中途半端に下がらず、相手の技が届かない位置まで思いっきり下がります。その時、残心を取ることを忘れないでください。中段を開け、誘ったところをついてきたのでさばきながら返し打ちを決めています。右側からしつこくプレッシャーをかけながら、相手が我慢しきれずに切り替える瞬間を待って思い切り技をかけます。手首を振っていますが、これは体の重心でリズムを取るのではなく、手の線から肩を通して内懐でリズムを取るためです。この場合、手先で相手のリズムを測っています。攻撃をかける直前の間合いの詰めは、画面で分かるように前足の位置は変えずに後ろ足で間合いを詰めています。空手協会全国大会連続優勝、 IAKF 世界大会連続優勝の偉業を成し遂げ、空手界に不朽の金字塔を打ち立てた男、田中将彦。46歳になる現在もその技は衰えることを知らない。単なる技の強さ、速さだけではこの強さは維持できない。その強さを支えているものは、戦うことを己に課し続ける精神と卓越した見切り、相手のリズムを読み取る力、間合いの駆け引きである。自由組手の解説の中からそれらを研究していただきたい。
遊び。
Tight up!